チス、誰も知らないセールスマン、イカレタコスケです。現在、プレイステーションストアにて、セールが始まっております。Days of Play、最大何 ?80% オフとかになってるんですかね。てなわけで、とりあえず覗いてみました。いろいろセールになってるんですけども、項目の中に 60% 以上割引っていう項目がありまして、そちらを見てみたら、お、結構いいネタ揃ってんじゃないのってことで、おすすめの5本ほどをランキング形式でお伝えしようと思います。なお、今ね、6月3日なんですけども、あとね、3日間ぐらい、6月6日ぐらいまで、また別のセールスもやって、別のセールもやっていますんで、早い段階でこの動画チェックされた方は、もしくはお気づきの方はぜひ見てみてください。こちらのね、Days of Play とはまた別の、ラインナップになってましたからね。というわけで、早速、結構ある5本で足りるかな?5本で足りるかな?まず、第5位。Life is Strange。こちら、ドラマ形式の、なんていうのこれ、シミュレーションですか?なってるんですけども、このシリーズだと、昨今だとね、超能力を使う兄弟のお話だったりとか、あとはね、雨のお話だったりとかね、あとちょっと似てるところだと、AI のね、お話だったりで、結構この系統のゲーム有名になってきておりますけども、おそらく一番最初に名が出始めたのはこれじゃないの ?Life is Strange っていうね。まあ、簡単に説明してしまうと、ネタバレになるのでやめておきましょうか。でもまあちょっと説明しておくとね、時間を操る少女のお話なんですよ。そして少女の周りでいろんなことが起きてですね、まあ全体的に破滅に向かっていくと、その破滅をその少女の不思議な力によって引き止めようというね、これがよくできております。マジで海外ドラマとか、好きな人はぜひやっていただきたい。マジで海外ドラマの中に引き込まれる。ストーリーの作り方がうまいんだよね。 CG とかがめちゃくちゃ綺麗かっていうと、まあ最新に比べたらそんな感じしないんですけど、途中から全く気になんなくなってきます。話の作り方がうますぎて、これしかもね、繰り返しやるゲームなんでね、時間はめちゃくちゃ取られると思いますけども、1回プレイした後に見えてくるもののおかげで、2回目、3回目とプレイがはかどっていくということになっております。まだこのね、このドラマ系のゲームですか、まだやったことない人は1回やってみるべきだと思います。現在、60% 割引で、1955円。2000円未満で買えてしまいます。これほんと、このね、私あんまやってないですよ。ドラマ形式のゲーム。でもね、Life is Strange から実は入ったんですけど、この系統のシリーズ何本かクリアするまでやっちゃったもんね。めっちゃ時間泥棒なんで、ストーリーが好きな人、ストーリーを見るのが好きな人は、マジでこれ。謎解き要素もあるからね。楽しめますよ、これ。Life is Strange ね。これでザクッと見るとさ、そんな、なんか海外物で、みたいな感じするじゃん。全然違うから、やってみると面白いから。第4位。ブラッドボーン。こちらも 60% 割引の、お、安い、875円だって。まあ元がだいぶね、値引きされてんのかな。元もなんか2189円ぐらいだから、今875円と1000円未満で買えてしまいます。ブラッドボーン、フロムソフトウェアの、いわゆる死にゲー。なんで、死にゲー&グロ描写が苦手な人には、ちょっとおすすめできない難易度なんですが、赤狼とか、てか最近ちょっとさ、死にゲーっていうワードが流行ってきたじゃないですか。それの、ま、元祖とは言わないんですけどね。なんて言ったらいいんですかね。ダークソウルの系譜から来ている、赤狼とダークソウルの合いの子なんでね。これダークソウルが好きな人でも、赤狼が好きな人でも、多分どっちでも楽しめると思います。世界観としてはね、クトゥルフ。あの辺をね、持ってきているので、それが好きな人にもぜひやっていただきたい。ただ、3作品の中で、もしかすると一番、おどろおどろしいかもしれないな。なんかちょっとね、ふわふわしてて、ね、夢のある世界ではあるんですけど、そうね、描写的には、まあ、クトゥルフがね、ちょっとクトゥルフ上がる人には分かると思いますけども、まんまああいう感じなんで、ちょっと、
グロいというよりもゾワッとするかもしれないな。ただそれ好きな人とか、あと死にゲーが好きな人でブラッドボーンを触ってない人はぜひやってみてください。これマジで難易度は高いので、死にゲーが苦手な人にはおすすめできないんですけど、難しいゲームアクションやりたい人はぜひ。あとまあ単純にフロムソフトウェアのね、セキロとダクソやってるけどブラボやってないって人はぜひこのタイミングでやってみましょう。とりあえずセキロとダークソウル好きだったら絶対面白い、絶対面白い。特にね、今後シリーズものとしてはおそらくブラッドボーン出なさそうじゃないですか。ブラッドボーン2みたいな感じで、だってもうセキロが出て次はエルデンリングっていう話になってますから、ここで買っておいて損はないんじゃないかなと思っております。875円なんで怖いもの見たさで買ってみるのもいいかもしれないですね。さっき苦手な人には勧めないとは言ったけども、死にゲーとはどんなものかフロムの世界とはどんなものか割とサクッと見える作品になっているかもしれません。私もねこれね、ラスボスまで行ってね、ラスボス倒せなくてねやめちゃいましたけどね、ラスボス強かったんだよ。第3位、レッドデッドリデンプション2。ロックスター誇る、まあグランドセフトオートってどれぐらいの認知度か分かりませんけど、相当ゲーム実況とか、もう何だったらグランドセフトオートかどうかは別として、有名な人がね普通にプレイしているの見たことがある人も多いかもしれないんですけども、まあ何でもありの現代社会のなんだあれは車窃盗とかをねモチーフにしたゲームがあるんですけど、まあ何でもありなんですよ。それの荒野版って感じですかね。レッドデッドリデンプション2、こっちもねグランドセフトオートをやってる人にはちょっと想像しやすいんですけど、ただグランドセフトオートよりもなんて言ったらいいかな、自由度自体は若干下がるんですけど、その分描写が美しくなってるといったとこでしょうか。グランドセフトオートはね、ま、もうなんか一つの島の中で街とちょっと山とみたいな感じなんだけど、レッドデッドリデンプション2はもうほんとそのまんま荒野を舞台にしていますんで、街とか何個かあんのかな、とにかくねめちゃくちゃ広いんですよ。で馬に乗って移動して、馬車に乗って移動して、徒歩でも移動できると。そしてもうその辺の人たちも撃てるし、オンラインになればその辺のプレイヤーたちも撃てるし、まあ何でもありになってるんですけど、これオンラインはオンラインでそういう感じなんだけど、メインのストーリーの方がね結構渋いんですね、これがね。しかもねプレイ時間がねめちゃくちゃ長い。これ何時間ってだっけ、初見の頃ね、なんか最初の頃結構話題になったよね、60時間とか確かかかるんじゃなかったっけ、ストーリーまっすぐやっても。もうね広い世界で自由に走り回りながらストーリーを進めていく感じになりますんで、これやりごたえ自体はものすごい十分なのと、あととにかくねオープンワールドが好きな人は絶対おすすめ。やっぱオープンワールドって言ったらロックスターのゲームってだけのことはあります。マジで馬車でNPC に移動を任せて馬車から外眺めてるだけで、おやおやこれはゲームかなみたいな感じになってくるからねレッドデッドリテンプション、まあ、ちょっとやりたい放題の部分はもう後からついてくる。とにかく美しいオープンワールドでちょっと遊びたいなって思ったらこれはねおすすめですよ。結構ね感動レベルだよ、レッドデッドリデンプション2は。グランドセフトも綺麗だけど、自然系だとマジこっちレッドデッドリデンプション2。私はもうね永遠と NPC に任せてね散歩してたからねただね問題ならたまにならず者に襲われることぐらいかな。第2位、デイズゴーン。あ、さっきのレッドデッドリデンプションの時もちょっと言い忘れたんですけども、2つあるからパターンがね、2つがデラックスエディションの方と通常版があるんで、まあ、特にお試しとかで買うんだったら通常版の方が安く済むんでね、そこ間違えないように。さあ、デイズゴーン、こちらも、ゲーム本編のみだと1501円と、まあかなりお手軽な値段で買えるようになっていますが、これはね私は本当に長く遊んだというか、まあ長く遊んだっていうか、ストーリーにのめり込みすぎて
まあね、この実況動画というお仕事をしているわけですけども、実況ちょっとねサボってしまい、ストーリーをただひたすらに進めてしまった男でもあります。ストーリーは面白いんです。とりあえずストーリーは保証できる。世の中の評判としては、前半退屈、ストーリーがね、ただ後半神って言われてるデイズゴーになっております。ただね、これ取り巻く世界がゾンビが大量にいる世界、まあ、ゾンビものっていうとまあゾンビものかいって思うかもしれないんですけど、このゾンビがね生活してるんすわ。言うたらゾンビの拠点って言ったらゾンビの巣があるの、大量のゾンビの巣が。でそこに例えば昼間に行くと、そこにゾンビがうようよいるわけですよ。洞窟とか列車の中とかね。昼は多分太陽を浴びると溶けはしないだろうけども、まあ、嫌なんだろうね、紫外線とかね、日焼けとかね。そういう状態で、夜になるとそこからわ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 らとゾンビたちが湧き出してくる、そういう世界なんですけど、この過程がきちんとある。大群のゾンビが洞窟とかそういった巣に隠れているところで、夜になると急にポンって出てくるんじゃなくて、ゾンビがそこから湧き出してくる。でゾンビの近くで銃声とか物音を立ててしまうとゾンビに襲われてしまう、そういう世界なんだけど、ただね、人間のならず者、レッドデッドリデンプション2もそうだけどね、人間の悪いやつもいるんですわ。でこの悪いやつらがマジね、トラップとか仕掛けてね、主人公を邪魔してくるんだけど、これざまなことになるわけですね。もし敵が何も考えずに銃をこちらにぶっ放した場合、近くにいたゾンビたちが一斉にそいつに襲いかかると。だからゾンビと悪党だけじゃなくて、ストーリーに関係、ストーリーの進展度によっていろんなねモンスター出てきます。まあすごい多いわけじゃないんだけど、犬のゾンビとかね、ちょっと変わったゾンビとかね、そういうの出てきますんでね。これね、ストーリーがまず後半神でしょ。でそれを取り巻くゾンビ世界がめちゃくちゃ面白い。なんで探索が、これもオープンワールドなんだけど、探索が好きな人でもストーリーが好きな人でも両方楽しめる。私は両方好きでしたんで、結局全マップ回りましたね。そして、途中で、まあちょっと実況とか撮らずにね、ストーリーを最後までやって、とても感無量でございました。第1位、デスストランディングがなんと3036円。早くない？ 60% 割引で。まあ言うても1年近く経つのか。すごいですね。なんか前にデスストランディングのレビューとかした時に、安くなってからみたいな話したけど、もう3000円だってさ、3000円でデスストランディング買えてしまうのか。これ、賛否両論巻き起こしましたけども、これね、賛否両論巻き起こしたからこそ、値段が下がってる今が買い時かなと私は思っております。デスストランディング、メタルギアソリッドの監督が生み出した全く新しい新感覚配達ゲーこれすごいんだよ。最初さ、まあ始めちゃうとマジで配達ゲーだから戸惑うんだけど、荷物を配達するときに両手でね、両手で荷物を押さえてて、荷物の重さなんかによってバランスなんか変わってくるわけですよ。私が一番気になった部分、気になったというか楽しかった部分なんだけど、で地面がまあもちろんすごい整備されてるところ、意図的に平らにされてるところは平らなんだけども、基本的に岩場とか沼地とか山とか川とか渡るわけですよ。そこには一切平らな場所はなく、常に転ぶ危険性と対峙する。荷物が少なければね、別にそんな危ないこともないんですけども、まあこれミッションをね受けていくと大量の荷物を欲張りたくなんだよね。なんだろうねあれね、たくさんのミッションを受けていっぺんにこなしてたくさん報酬もらいたいって思ったの。しかもそいつを邪魔してくるね、ミュールっていう、まあ人間ですね、人間とかが邪魔してきてね、そいつらも荷物狙ってんだよね。でそいつらにやられると荷物奪われて、そいつら自分の拠点に荷物持ってってしまっとくわけですよ。それをまた取り返しに行くんだけど、またその時にミュールの基地にいっぱいいろんなアイテムが落ちてるから、それ拾うでしょ、重くて動けないでしょ、またミュールに襲われるでしょみたいな、そういったねやり取りがあるんだけど、とにかくこれはね
荷物背負って歩くだけなのになぜこんなに面白いのかっていうのをぶっちゃけ口で説明しきれないんで、これを機に気になってた人はちょっと外れでもいいかなって思う人買ってみて、賛否両論あったから、やっぱりね、コメントの中ではやっぱり合わなかったよっていう人もいたけど、ただ7割8割の人はびっくりするぐらい不思議なぐらいハマったっていう人が多いです。でストーリーはね面白い、ただこれもね賛否両論あんだ。まあでもそんなこと言ったらどれも賛否両論あるな。私は最後泣きました。面白かったです、ストーリーはね。あとねこれさ、荷物運ぶだけじゃなくて、これ今どうなってんだろうね、発売当初はオンラインで自分がすごい荷物を運ぶのに歩きにくいところとかに橋を架けたり、登るためのロープを下ろしたり、それから道を作ったり、トラックとかで走りやすくするためのね、そういった要素があって、これもまた一つハマる要素だったんだけど、今どうなってんだろうね。その当時はね、自分が作ると他の人のマップにも若干影響を及ぼして、その整備した施設とかが映るようになってたんだけど、今どうなってんだろうね。まだでもやってる人がいれば、それが自分のマップに移ったり相手のマップに移ったりするのかもしれませんね。そこはねちょっといいねとかでね表現できますんで、ちょっとそこまでどうなってるかは分かりませんけども、このデスストランディングは新しい体験、とにかく新しいゲームやってみたいって人は今しかないですね。 60% 割引だって。3036円のデスストランディング。というわけで、ちょっと私のやったゲームでね、好きなゲームで紹介したら結構偏ったけど、まあでもそうでもないか。3D がちょっと多かったけど、私の中ではこの5本はとりあえず間違いないかなとは思っております。私と同じ感性をお持ちであれば、おそらくどれもクリアまでしっかりハマれるんではないかな。まあ、レッドデッドリデンプション2に関してはね、めちゃくちゃ時間かかるからね、ちょっとわかんないけどね。まあでもあの世界観はやっぱ美しいですよ。というわけで、プレイステーションストアのセール中、激安になっている神ゲー5000となりました。それでは誰も知らないセールスマン、イカレタコスケでした。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて